体内スキー場は、新潟県体内市に位置するスキー場である。1964年11月、体内リゾートの観光事業第1号として、北貫原郡黒川村によって開設され、1965年12月に、第1リフトの運転を開始。さらに明けて1966年2月に、ナイター開きが行われた。北貫原郡中城町との合併に伴い、 体内市による経営管理となったが、その後市出資の第3セクター体内リゾートが指定管理者として運営している。体内側の流域にあり、体内側と鹿のまた川に挟まれている。また、体内に王子県立自然公園と番台、朝日国立公園の区域内に含まれる。下越地方のスキー場の一つであり、コース数や作動数、コース総面積などは、 かえ最大の規模を誇るが、近年は深刻な雪不足に悩まされることもある。2006年のシーズンは、暖冬の影響による小雪で、オープン以来初めてシーズン中に一度も、全面営業できずに営業を終了している。その際、シーズン券購入者にはほとんど営業ができなかった。お詫びとして、翌年も続けて、シーズン券を有効とした。雪不足の対策として、 人工降雪機などが使用されているが、ちびっこパクお及び初心者用ゲレンデへの使用にとどまっている。オフシーズンは、スキー場の駐車場が、日本自動車連盟公認の事務カーナコースとして、競技会などで利用されている。スキー場周辺は、体内リゾートと呼ばれる、大規模な観光エリアとなっており、体内彫刻美術館、体内自然天文館、体内高原ビール園、 体内ダイラキャンプ場、体内ダイラ、体内川大噴水、ボート場、体内フラワーパーク、体内高原ゴルフクラブ、体内フィッシングパークなど様々な施設や観光スポットが存在し楽しむことができる。また、ロイヤル体内パークホテルをはじめとした宿泊施設も多数存在する。スキー場主催のイベントで、当地格好や松明格好、花火大会が模様される。 2007年より行われている ICI、石井スポーツ主催の下ツスキー技術選手権の会場の一つとなっている。選手権は三連戦となっており、他に、我がな高原スキー場、二能寺スノーパークナイノックスが会場として使用される。スノーボードのワンメイクジャンプの大会、男女それぞれオープンとビギナークラスに分けて行われる。下ツ地方にある国設体内スキー場、 武道スキー場、我が船高原スキー場、二能寺スノーパークナイノックス、三河温泉スキー場の5つのスキー場が合同で、いくつかのサービスを行っている。ありがとうございます。